こんにちは、小原先生です。今回緊急で動画を撮影しています。このセリフちょっと言ってみたかったんですよね。2023年9月16日現在、なんとまだ9月なのにインフルエンザの流行が開始されています。インフルエンザウイルスの基本的情報を皆さんに共有した方が良いと思い動画にまとめました。今回の動画を見ると、子どものインフルエンザはどのように対応すべきなのか、いつから外出できるのか、短時間で理解ができると思います。このチャンネルは子どもの病気などについて小児科医が解説しています。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは本編スタート。インフルエンザウイルスについて3つに分けて解説します。1、インフルエンザウイルスの現状。2、インフルエンザウイルスの症状や治療。3、自宅での注意事項。今回はこの順番でお話をしていきます。まず2023年9月現在のインフルエンザの流行状況です。こちらのグラフをご覧ください。はい、こちらは埼玉県の9月4日から10日時点でのインフルエンザ患者の人数です。2020年から2022年まではインフルエンザウイルスは全く流行がありませんでしたが、昨年は12月くらいから流行がありました。現在は9月であるにもかかわらず、去年の流行のもう半分くらいまで広がっています。ここから間違いなく大流行が起こると思っています。コロナ5類化に伴い感染対策も以前より緩くなっていると思いますので、さらなる流行が予想されます。しっかりインフルエンザウイルスに関しての知識を入れておきましょう。次にインフルエンザウイルスの症状や治療についてお話をします。症状は発熱、悪寒、頭痛、喉の痛み、関節痛、腹痛、嘔吐、下痢など様々な症状があります。重症化すると肺炎や急性脳症などを合併し入院が必要となることもあります。そしてなんとワンシーズンに複数回感染することもあります。感染経路はくしゃみ、鼻水といった飛沫感染や接触感染です。ですからマスクや手洗い、うがいをしっかりしましょうね。潜伏期間は1日から4日程度と言われています。診断は鼻から綿棒を入れて行う抗原検査です。痛いやつですね。原則として発熱から12時間以上経過してからの検査がおすすめです。その程度時間が経過することで検査の正確性、つまり感度と得意度が 90% 前後まで上昇するからです。繰り返しになりますが非常に痛い検査ですので、何回も検査にならないように気をつけましょう。治療はタミフルという内服薬やリレンザ、イナビルといった吸入薬、重症の方にはラピアクターなどという点滴薬などがあります。ただし発熱から2日以上が経過し症状が軽い場合は治療薬を使用せずに経過を見ることが多いです。最後に自宅での注意事項についてお話をします。インフルエンザにかかった子どもは熱繊毛を起こしやすいです。熱繊毛は辻褄の合わない会話や行動、幻覚、幻聴などの症状が起こります。短時間で元の意識に戻る場合心配いらないことが多いですが、1時間以上連続して繊毛状態が続く場合や繰り返し繊毛となる場合は必ず医療機関を受診しましょうね。出席停止期間は少し厄介です。インフルエンザによる出席停止期間は学校保健安全法で発症後5日を経過し、かつ解熱後2日、ただし乳幼児は3日経過するまでと定められています。わかりづらいのでこちらの図をご覧ください。ドン。発熱した日を0日として最短で6日目から登園ができますが、解熱するのが3日目を超えると登園が可能な日程は少しずつずれ込んでいくのがわかると思います。困った時はこちらの図をぜひご使用ください。さて今回のまとめです。ドン。よければ高評価ボタン、チャンネル登録、リクエスト、コメントお願いします。バイバイ。